はいこんにちはさあ今日は保存版モダン漢方は登竜門というお話をしていきたいと思います、えー、思考法を変えれば本当に明日から使えるこの話をしますはい、えー、今日の目次はモダン漢方とはねそしてなぜ漢方薬か明日から気軽に使って良い理由モダン漢方の勉強法漢方薬の留意点その後の勉強法モダン漢方の進化 そしてまとめという順番で話していきますさあモダン漢方とは西洋医が処方します保険適用漢方エキス製剤を使用します西洋医学で治らないものがメインターゲットです効、えー、かないときは順次処方を変更すればよいと。現代学的な視点から理解をします、えー、古典を最初から読む必要はありません漢方診療 腹心、絶心、脈心などは必須ではありません。アスカラでも処方可能です。さあ、なぜ漢方薬かという話なんですけども、西洋医学では治らない、満足できない患者さんが実際に多数存在します。そして、漢方製剤の148種類は保険適用されているんですね。アスカラでは本当に気軽に使って良い理由、それをお話ししていきます。 医療用漢方製剤、保険適用漢方エクス製剤とほぼ同義語です。これは製造メーカーが同じであれば、実は一般用漢方製剤、薬局で売っている薬ですね。それと同じなんですね。これは第2類医薬品ということになっています。薬剤師の常駐は必要なく、登録販売者の常駐だけで、えー、買うことができます。えー、そして、漢方、保険適用漢方エクス製剤を 短期間内服して死亡したり、また流産早産した報告は一例もないんですね。それぐらい安全だという意味です。保険適用漢方、エクス製剤の生薬量は中国や韓国に比べると相当、日本では少なくなっています。で、かつ西洋医であれば、本邦では誰でも保険適用漢方、エクス製剤を使用することができます。さあ、モダン漢方の勉強法です。 西洋医学的にまず診断をしてください西洋医学的に困るときに漢方を処方します経験的に有効と思われる漢方薬を順次処方すればよいので、えー、最初から当てようと思う必要はありませんそのためにフローチャート漢方薬シリーズは一つの選択肢なんですね患者さんと一緒に適切な漢方薬を探していくそれを楽しんでくださいはい でフローチャート漢方薬シリーズは、えー、赤い本、えー、この右の下これが登場して、えー、十数年が経つんですねその間に二十冊近いフローチャートシリーズが、えー、発刊されていますまあ皆さんどれを読んでいただいてもいいのでこれを足がかりに漢方の世界に入ってくださいで漢方薬の留意点をお話しします。 漢方薬は小薬の足し算です。ね。多成分系の薬剤なんですね。自然にあるものですから、小薬は。で、小薬は天然物にてばらつきがあります。で、メーカーが異なれば、同じ処方でも違う可能性が高いです。で、メーカーが同じであれば、えー、医療用の漢方薬も一般用漢方薬も同じです。 そうすると、時代が異なれば、小薬は当然異なるはずです。同一と証明することができません。漢方エキス製剤と煎じ薬や酸剤は同一という証拠は全くありません。漢方薬は臨床試験を経ずに、実は保険適用されているんですね。でほとんどの漢方薬の効能効果、要量用法に明らかなエビデンスは存在しません。 はいではその後の勉強法です、えー、患者さんをしっかり見てね、西洋医ですからしっかり見て適切な保険適用漢方育成剤を探してください、えー、フローチャート漢方薬シリーズは保険適用漢方育成剤使用の投入門ですでその後のステップアップは皆様の好みで行ってください中国の漢方中医学と言われますそこに根拠を求めてもオッケーです 日本の漢漢方、僕は和と呼んでいます。す。こちらに根拠、ヒントを求めても結構ですまた全く新しい視点で、えー、漢方薬の仮想病理概念を展開してもいいですし新しい生薬を使ってもらっても全く大丈夫ですさあモダン漢方の進化まずフローチャート漢方薬シリーズを使って西洋医学では困っている患者さんに保険適用漢方エ成ス剤を使用してください。 症薬構成からの理解を深めてください。そのためにはここに書いてある三秒でわかる漢方ルールね、そして百二十八漢方処方分析この二つが役に立つと思います。処方した漢方薬の有効率を上げるためにご自身独自のオリジナルな仮想病理概念をぜひ作ってください。はい、まとめです。 フローチャート漢方薬シリーズを使って、これは登竜門です。明日から西洋医学的治療では困っている患者さんの治療を皆さん行ってください。えー、漢方 JP のチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回は保存版です。何回もこれを見直して、皆さんぜひ、えー、漢方の世界に入ってきてください。以上です。失礼します。